はい、じゃあリクエスト答えて作っていきます。ここにニンニク入れます。ニンニクチャーハン、これ生姜もちょっとだけ入ってます。このタイミングで最後に入れた方がニンニクの香りって結構広がるんですよ。醤油とお酒ですね。